沈め、ヘディングシュートと林押し込んだ。いやよく詰めてましたね。最後は田中雄介1点、ドゥドゥのヘディング、そして跳ね返ったところを田中雄介で甲府先制です。 0-1。 途中から入った田中雄介が結果を出しました。今の林もよくセーブしたんですが、そうですね、はい、まあ、最初のシュートを打たれた瞬間に広島選手はちょっとやられたっていうような意識もあったんですかね。止まってましたからね。ちょっとご覧いただきましょうか。まずこれ、ね、ドゥドゥのヘディングシュートがこれであーっていうような感じになってますからね。広島選手は少し林がもうセーブしてくれたと。